こんにちは、こんばんは。お世話になっております。神奥田です。本日の動画は、今夜の動画は、シングルマスさん、トシプロ、そして弁護士マサさん、3人による練習風景動画をお届けしたいと思っておりますので、おー、えぐい。オープニングショット良かったなって方は、いいね、押していただいた後に、この後もね、アイアンショット、ドライバーショット、そして手打ちドリルをご覧いただきたいなと思っております。さあ、3人、何意識してるか聞いていこうかな。トシプロ行こうかな。何意識してるの？ん？あ、もうテイクバックはもう自分の中で落とし込めたと。いや、まだですけど。けど、そこにプラスして、今、3ステップも意識してる。11月3日のやつです。11月3日の。ブロワが、はい、なんか自分がハマったやつはいけてるんですよ。じゃあ一発それ意識しまくって、はい、いや、すげー伸び方がエグい。初速と伸び方がエグいな、ほんま、はい、落ちてこへんもんな。ほんまに変わりました。あの3ステップ、股関節の3ステップ、はい、あれ簡単？めちゃくちゃ簡単です。誰でもできる？できるっすね。え、大人からゴルフを始めたアマチュアでもできる？はい、できます。あ、そうそうやな。できひんねやったら俺出してへんもん。じゃあ、あれ、俺からしたら、あれを、なんていうの、知識入れない人、あんな簡単なやつやのに。股関節決めれてると思っとんかいやっていう。ねえ、っていう感じですけどね。あれも、いつ値段上げるか分かんないですよ、僕。あ、はい、って感じで。トシプロはそれを意識しまくった上で今日はやってると、はい、飛距離それで前回からまたさらに伸びてんもんな。いや、本当に、うん、本当に変わってさらにっす。さらにやもんな、ほんまに怖いっす。うん、曲がったね。あ、うん、じゃあ次は、はい、先生、はい、先生なんか意識今されてることは？僕もずっとテイクバックです。ずっとテイクバックですね、はいはい、もういや本当にそれぐらいがいいですよね、うん、で先生の場合テイクバックやって毎回言ってもその時その時でテイクバックの箇所が変わってますからね、はい、意識する場所がね、はいはい、そうです。まあそれはコンサルがあるからそうなるんですけどでゾーン長くなりましたね。ありがとうございます。インパクトゾーンが不思議っすよね。これ WGSL あるあるじゃないですか。テイクバックを意識してるのに、はい、ゾーン、インパクトゾーンが長くなるっていう変化を、進化を迎えるっていう。めっちゃマジで長い。だってインパクト強まってますもんね。はい。音違います。もっと違いますもんね。だいぶ変わりました。だいぶ変わりましたよね。ほんと。いや、素晴らしいな。テイクバック。これをね、いやいや、これ、僕、これいつも思うんですよ、コンサルって。僕は単なるお手伝いなんですよね。はい。お手伝いでしかないんですよ。あの、そっからやるかやらんかなんで、やっぱり結局のところ、うんうんうん、はい、だからやっていただけてる先生たち、クライアントの方たちの素晴らしさですよね。感謝しかないですよ。むしろやっていただけばやっていただいて、それで変化進化見せていただけるほどに、だって僕の価値が勝手に上がっていくんでうわー最低やなこの人間ほんまおー素晴らしい。こっからで分かりますからね。真正面から見てみたいですもん僕も。また見て、見られてますよ。見られてますね。はい。気合入れています。オッケー。おお。吸い付いてるわ、マジ。ちゃんとね。だいぶ変わりましたね。はい。え、あの、言っていいですか。はい。トシプロより多分ゾーン長いですよ。あ、しゃー。でも、それまで出るとすごい。天才的な、あの、ここで。あ、そうそう、それもありますけどね。でも、あれ、え、大げさに言ったら、大げさに言ったら、はい、え、マスさんとか多分あれっすよね、先生の今のゾーン、いや、天気量僕と変わらないじゃん。いや、少ないです。マスさん、マスさん、マスさんどうですか。あ、僕自身ですか。はい、と比べて、いや、あっこまで僕いかんすね。でも、ほん、いや、ガチでリアルに、なんか僕と同じぐらいの長さ出てますよね、はい、嬉しい、それは。いや、マジっすよ。いや、めっちゃ長いっす、めっちゃ長いっすよ、マジで、はい、ちょっとびっくりしますもん。めちゃめちゃ良くなってるじゃん。前回のコンサルで、はい、だいぶ良かったんですね。やっインフルエンザはまったけど。そうインフルエンザのありましたけど、ね、それも良かった。それも良かったんじゃないですか。ある意味。自宅療養で自宅ではずっと。そうですね。インフルエンザがの毒素とともにスイングアクションのエラーの毒素も抜けたんじゃないですか。めっちゃいいですね。めっちゃかかりたいさ。
僕はもうインフルエンザ二度とかかりたくないです。いや、スイング良くなるなんて何ぼでも分かります。確かに。確かに俺も自分がちゃんとやってた時はそういう感覚やったわ。上手くなるためやったらなっていう。ああ今は体調崩したらあかんの方が勝つけど。おお、いい。シングルマスさんですね。あのインパクトなコースね。ああ、ヘビーインパクト。あれを意識。あれってやっぱあれですか。これちょっと皆さんのファンの人の参考になるためにも。はい、一言いただきたいんですけど、ヘビーインパクトブラマがあったじゃないですか、はい、あれは取り組んだ方がいいですか。いや、あの絶対やった方がいいです。あとあのグリップアドレスとか、はい、ああいう系の知識として入れとった方がいいですか。概念的なところを、なるほど、知っとかないとできないと思う。やろうと思えないと思う。そうですね、僕こういうのなんか MC 的な役回り苦手なんで、はっきり言いますよ、はい、いやいや、やれっていう。距離アップ直結レッスン。フェイスターンを正しただけでも分厚くなるのか引っ掛けるだけなのか、そこの正体を今回はね、分厚いインパクトがその前の週ぐらいに出て、うん、その次の週の時にマスターが苦しんでるみたいな、うん、今はっきりマスターが出てましたね。マスターも多分これ出して、皆さんもそうなってたはず。トシプロがちょっと良くなった、飛ぶようになってる理由がトシプロちゃんとできてるかも。正解言いますね、はい、これヘビーインパクト、これ引っ掛けね、あどうあと、うん、みんなはこうやっちゃうんですよ、うん、これダメですよ、はい、これで綺麗な形、これが本当にびっくりしました。くわーでしょ、皆さんが嫌がる伸び上がりも消える。あれマジでいいです、ね、本当にいいです、いりますよね。ていうかそうじゃない限り出さへんねんから、はいはいはい、あれなってないっすよ、ね、ですよね。てそれを意識した上で、じゃあ一発打っていただいていいですか、はい、おお。え、ちょ、マジでインパクトバリ分厚くなってるよな。マジでヘビーインパクトになってきたの。すげえ、すげえ、あれがすげえっす。え、あれがすごいですか。まあまあ、それは僕もよく分かってるんですけど、はい、いや、あれが普通に実際にボール目の前にしてボールコンタクトしていけるマスさんがすごいなって純粋に思いますけどね。なんかそういえばこの間あれやな、はい、コメントでなんかドライバーでできるドリルないですかみたいなコメントを、質問コメントかな、あれは、はい、いただいてましたけどね。それはもう他見た方がいいんちゃうかなっていう、はい、できつく言うとね、 WGSL の理論で憧れて、欧米人プロ、韓国人プロ、 WGSL のツイングに憧れるんであれば、あのドライバーはもうホームに去ったらいいんちゃうかなっていう、はい、ドライバーでやれるドリルはもうせっかくやから1個だけ言うとこは、はい、日立ち打ちドリルです、はい、それだけです、はい、それだけです、それ以外いらないです。ねバックの中9番とサンドウェッジしか置けないですね。そうですね。そうですね。先生そうですね。十分ですよ、ね。十分ですよ、本当。だってトシプロ、あれ何番と何番でラウンドしてきたんだっけ？あれは9とサンドウェッジやったっけ？9とパターだ。あ、9とパターか。いやもうすげえ。日本で。日本やの。あ、サンドウェッジ持ってたのか。あ、サンドは持ってた。サンドは持ってた、3本。さすがにそうです。俺もそういう、それ僕やったことないですよね。あ、9と3だった。9、僕やったの6。ああパター6を、あ、6、3度パター、6、3度パター、おお、うんうんうん、あれは無謀でしたね。9、3度パターやったらまあまあいいスコア出ず。え、トシプロだって何ぼやった、あれ70代やったんの、やったと、はい、やった時トシプロには勝てんやろうけど、もう90は絶対戦う自信ありますね、うん、あの一切 OB する気なんかないですね。ないやろ。それはそうなりますね。ただでさえせえへんって言ってた。えぐいな、マスさん、マジで。めっちゃ分厚いですよ。え、めっちゃ分厚い、ちょ、めっちゃ飛んでんもん。え、ハイドローなってるし。あ、これ意識してないです。いや、でもほんまにあれっすよ、低い球打つっていうのも やりまくったからですよ、改めて。っていうかもう一回今今年この上半期フェイスターンともう一回徹底的に向き合ったからですよ。確かに、はい、あれが大きかったです。いや、ほんまに大きいっすよ、あれは。みんな向き合うのはダメですよ、フェイスターン。だってできてへんねんから。これ全員共通やんな。何かというとフェイスターンしてるけど、ほいって思った方してへんで、それ甘い。
皆さん、ちょっとフェースターン甘いね。ここ、はい、みんなこんな感じ。ああ、遅いですね。あれこの3ですよ。これを理解してもらうために今回ゲストにします。あれなんだこれ。ここまでフェースターンやってます？皆さんやってないですよね。封じたとかはやってるんですよ。だから飛ぶんです。これめちゃくちゃ大事なこと言ってるんでね、はい、これでまっすぐも止まってるわけ。低く強く、しかもゾーンが長い。うわー、これ最高っすね。これきつく言っていいですか、はい、言ったっていいですか。お願いします。前のフェイスさんできてへんねんって。なんでできたつもりになったもんね。ええからやれよ。ええからまず知識入れろ。だってできてへんねんから、やろうと思ったら手首こねるだけやって。正しい乳首ちゃう。あいいね、これ。いいって言われる。そんないいって言われる。正しい知識。もう下回らんねんって。もう、いや、頑張るっす。我慢します。知識入れて。だって入れんかったらマジでフリップするし、ローリングしとだけやってっていうね。ローリングそうなんですよ。そうなんですよ。だってローリングとローリングじゃない差が分からへんねんから、大体。見えてないんやからっていう知識入れやって思う。えぐ。もうマジでえぐい。とか3人とも今日すごいの。すげえな。なんか刺激されんもんな。今日1球垂れても打ってへんけどさ。今日そうっす。いや、いいわ。今日1球も打ってへん、マジで。よいしょ。もう、あ、いい感じかな。最後、誰か締めていただいて。トシプロ。トシプロ、じゃあ指名入りましたんで。はい。よし、ということで WGS ルチャンネルはチャンネル登録者数を10万人目指し頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。ということでね、もうほんと最後にも素晴らしいショットで締めていただいたと思うんで、高評価いいねの方は絶対押していただいて、というか押せや。お願いします。お願いします。ということで、あとコメントの方もさらたくさんお待ちしております。質問コメントなんかもね、答えれる話やったら全然答えますし、答えられへんような話とかだったら無視します。けども、書き込んでいただいたコメントには必ず目通させていただいておりますので、ぜひとも応援コメントなど、嬉しいコメントいただけると喜びます。お願いします。アンチコメントとタメ口以外。チャンネル登録は言ってたから、まあ、してもらったら色々と、皆さんのゴルフにとって役に立つ配信があると思いますので、よろしくお願いします。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しております。それでは失礼いたします。なんかまだあれっすよね。ありがとうございます。まだいまいちあれっすね。あんまどぎつく言えないっすね。ああ、なんかほんま優しいっすか。はい、まだなんか乳首とか言っちゃうし。僕頭の中乳首だらけだらけって、どうしよう。乳首だけましたもん。